オフィスビルとは、オフィスを主要都として建てられた建築物のこと。通常、ビルといえば、オフィスビルのことを指す。中には、地下や低層階などに、店舗や飲食店を入居させているものもあるが、オフィス用途の部分が大半を占める場合は、オフィスビルと呼ばれる。例に新宿例、大阪ビジネスパークオフィスビルは、その所有形態により、テナントビルと自社ビルとに対別される。 テナントビルは賃料収入によって運用される。慣例としてオフィス賃料は面積あたりによって表されるため、レンタブル比がオフィスビルの収益力の評価指標として重視される。レンタブル比はビルの延べ床面積に占める賃貸可能な床面積の割合を示すものである。賃料相場に大きな影響を与える要素としては、立地条件、ビルの蓄年数などが挙げられる。 オフィスビルを投資対象としてみた場合、初期投資となる土地購入費や建設費などを賃料収入と運営費、維持管理費の差額によって回収していくことになる。初期投資が大きい分、リスクの大きな投資であるとも言えるが、近年においては一つのオフィスビルの所有権を証券として分割することにより、小口化して資金調達を容易にする手法も模索されている。 テナントビルのオーナーのあり方は、全国に多数のビルを所有する企業から、ペンシルビル一棟を所有し、一部を自宅として使用する個人まで様々である。自社ビルにおいても、企業活動によって生み出される利益の一部によって、初期投資を回収する仕組みであり、賃料収入という形こそ取らないものの、運営方針は大きく変わるものではない。ただし、自社ビルの場合、 ビルそのものが企業のイメージを担うものとなる可能性もあり、設計のあり方にも影響を与える。例えば伊藤忠商事の場合は、太陽光発電や自然再興を取り込み、環境性能を重視した自社ビルの運営を行っていることで知られる。戦前のオフィスビルの例神戸旧居留地日本の建築基準法において、オフィスビルは特殊建築物に含まれない。したがって、 多用途の建築物に比して法的には自由な計画が可能であると言える。しかしながら一般に収益力を重視して最大の床面積を確保することが優先されるため建物の形状は敷地条件から決定されるところが大きい。具体的には車線制限、日陰規制、容積率、憲兵率の許す最大のボリュームを取る。さらに エンタブル費を最大に取るため、平面計画もおのずと縦動線と、電気、空調、衛星等の設備配管などを集めたコアを持つ、形状が典型となる。平面構成要素としては、執務室に、戦術のコア、トイレ、洗面所、湯沸かし室などのサービススペースを加えたシンプルなものとなる。エントランスのある1階を含む、低層階と、車線制限などを受けて、 形状の異なる上層階を除く中層部はほぼ同一の平面形状を取るためこれらの木材端を一般に基準階と呼ぶ。基準階のレンタブル比は通常75から85%程度である。オフィスとしての利用価値の高いオフィス街においては地価の上昇が著しく高層化を推し進める結果となった。近年でこそ超高層マンションも多く見られるように なったが、初期の超高層建築のほとんどが、オフィスビルであった背景には、地下の影響を無視できない。行政においては、建築基準法の定める総合設計制度の適用による容積率の緩和などを通して、地域や条件を限定して高層化を歓迎している。小規模なオフィスビルにおいても、平面構成要素はほとんど変わらない。ただし平面内に占めるコアの割合は、 必然的に高まるため、レンタブル費は不利なものとならざるを得ない。1階には、特にロビーのようなものを設けず、エレベータと階段、各室の郵便時を設けるのみで、残りの面積を店舗に当てるものが多い。また、最上階にオーナー自ら居住する例も少なくない。敷地の規模が小さいのは、近代以前からの土地所有形態を引きずっていることが、 原因と考えられるが、その縦に細長い形状を鉛筆に見立て、やややゆして、ペンシルビルと呼ばれる。オフィスビルに求められる機能は、日本では従来あまり重視される傾向にはなく、適当な床面積があれば良いとされてきた。しかし、近年においては、執務の実情に合わせた機能が求められるようになってきており、賃料にも影響を及ぼすようになってきている。特に、 近代的な設備を備えたオフィスビルはインテリジェントビルと呼ばれテナントの高い評価を受ける場合もある。特に OA 化の波は執務の実態を大きく変化させその受け皿となるオフィスビルにも対応が迫られた。1990年代以降 OA フロアもしくはフリーアクセスフロアと呼ばれる二重構造の床上げシステムを設けることで 応 a 機器の配線を床下へ収める仕様が普及した。現在では多くの職場環境において採用されている。応 a フロアの床は耐荷重のある構造体の上に50センチメートル角のパネル状床材を敷くようになっており、一部のみの配線のやり直しも容易であり、機器の世代交代、ネットワークの再構築など、区体に対して極端に短い電気通信設備の 交換サイクルに対応可能なものとなっている。遡って、oa フロア普及以前のオフィスビルには、天井高が低いものが多く、市場評価としても、単なるビル築年数の影響以上に苦戦を強いられる、ケースが見られる。2001から2003年頃東京のオフィス市場においては2003年問題という、言葉が頻繁に用いられた。 2003年に六本木ヒルズをはじめとして、汐止め、品川などに大規模なオフィスビルが同時に多数竣工することで、大企業の新ビルへの移転が進み、特に中小の賃貸ビル業者の空室が増加し、経営への打撃が懸念され、オフィス市場においては供給型となるとされた問題である。2003年から2から3年後の時点では、目立った空室率の上昇。 賃料の下落は見られていないようだが、今後の景気動向によっては、その影響が遅れて現れてくる可能性も否定できない。また、これに加えて2010年問題として、段階世代の定年退職によるオフィス人口の激減が、需要箇所を引き起こすのではないかと懸念する向きもある。ネット社会の広がりにより、在宅勤務、いわゆる双方も数を増やすと言われており、 オフィスの余剰時代への対応策が叫ばれるようになってきた。具体的には住宅、店舗等への用途転換などが実施に移されている。しかし実際に顔を合わせて意思疎通を行う場を提供する役割、プライベートの時間、空間と切り離す役割など、ネット時代においてもオフィスビルの必要性が現じているわけでは決してない。 フレックスタイム制を廃止する企業が増えていることも、これを裏付けている。丸の内の超高層ビル群大阪フサキス庁舎、ミッドランドスクエア。ありがとうございます。